エンメティーエレレロロロスポーティーじゃないですか。ロロロロロロエンメティーにネカティーフだからもう こんにちは、ナノユニバースメンズバイヤーの福島由介です。こんにちは、アシスタント MC の広瀬美香です。はい、こんにちは。本日初めてのブランドを持ってまいりました。初めてと言っても見たことはあるし、はい、そうですね、なぜかというとしてますね、はい、なぜかというと BR さんのね、そうですね、公開収録でも一回、はい、紹介してますし、してます。その前から、うん、ナノユニバースでは扱いはしてたエンメティを持ってまいりました。出た、はい、エンメティね、エンメティってやつですね。はい、ね、最近そのフォーマット流行ってますね。エンメティーっていうのを流行らせようかな。ダサいダサい。本日はその別注をメインにご紹介したいなと思っておりますので、どうぞお付き合いをいただけたらと思います。はい、ティアモラモーダ、ここはですね、あのエレガンテスポルティーボっていう、こうエレガンテスポルティーボ、スポーティーボ、スポーティーね、そうです、エレガントでスポーティー、これがブランドのコンセプトにあるんですよ。だから本当に相反する感じなんですけど、うん、なんかこの間プレビューでも言ったんですけど、ちょっとラグジュアリーでスポーティー、うん、まさにね、うん、今の時代を映したのがこの MT のレザー、ねうん、今すごい注目されてますよね。そうですね、売れてるしね、うん、今日はだから MT は全部別注です。全部別注です。全部ティア別注、はい、全部ティア別注してます。すごいですね、はい、ね、ティアモさん、あ、そう、今日僕も着てます。はい、うん、いいでしょ、うん、なんかすごいなんか馴染んでますね。新品でしょ。新品ですよ、これ買ったばっかりですから今年。すごい馴染みますね、はい、いいですよね、うん、でもそれ意外とこう着てもらうと分かるんですけど、うん、エレガンテ、エレガンテスポルティーボ、そう、スポルティーボ、うん、このスポーティーボルの、うん、スポーティーボ、やめて、本当に真面目になってよ。なってるよ、噛んじゃうのはしょうがない、うん、しょうがないね。そうそうそう、うん、そのエレガントとスポーティーの融合、うん、でそういうのが、素材の選び方と、はい、あとは縫製の仕方、うん、まあ、動きやすいとかもそうだし、うん、こう動きやすくても革が硬かったらとかもあるじゃない、うん、でそういうののこう組み合わせを絶妙にマッチさせてるのがこのエメティでございますので、エンメティア祭りですね。お、エンメティア祭り。ちょっと一つ一つ細かく、トモさんがどういったブランドなのか、そうですね、一回おさらい、まだちょっと詳しく知らないので、はい、しますとですね、はい、フィレンツェで生まれたブランドでございます。あ、フィレンツェなんですね。ヴィンチっていう町がありまして、うんうん、あのダヴィンチ、レオナルド・ダヴィンチが生まれた町で有名なんですけど、うん、行きました。あ、そうだ、行ってた、ヴィンチ村行きました。旅サラダで行ってましたね。そうだ、すごくのどかで風光明媚なとこでしたよね、うん、だから意外と町のその雰囲気ってああいう雰囲気なんですけど、うんうん、ああいうところってやっぱ昔から続く工房、そうです ね、レザーの工房とか、うん、そういうファーの工房とか靴の工房いっぱいあって、うんうん、そこで生まれたブランドで、そうなんですね。そう、あのね、夫婦が誕生させた1975年だから、うん、30年40年以上前かな、うん、にフランコさん夫妻が、うん、またフランコさん、フランコさんです、うん、多いですね、フランコさん夫妻が工房にもうレザーを、パーとかレザーとかそういうムートンとかをね、うん、作ってたので生まれて、うん、実はね、このエンメティっていうのも、うん、その生み出した夫婦の息子と娘さんが誕生させたというか、こうエンメティとつけたブランドなんですよ。あ、そうなんですね。そうです、もともと工房でものづくりしてたところの夫婦の息子と娘、代々じゃあ、はい、マッシモさんっていう息子さんは、うんうん、この間ピッティでも出てくれたんですけど、はい、マッシモさんという息子さんと、ティーナさんっていう娘さんがいて、うん、でそこのマッシモさんの M、うん、ティーナさんの T、 エンメティーですね、これですね。はい、来ました。いきなり来たね、いきなり来るんだね。そうなんです、うん、もうこれとこれが出たらもう言わなきゃいけない。今すごいあの無防備でした、ごめんなさい。びっくりしちゃった。まだ擦り込めてないから、はい、マッシモとナタリス、ティーナさん、ティーナさん、はい、で息子さんと娘さん、それでエンメティ、そこ言わないんだ、言わないんだ、はい、なるほどなるほど、歴史もあって、うん、
なんかこう現代っぽい解釈をその息子さんと娘さんすごく柔軟に取り入れてるので、そういうブランドなんですね。そうだからなんかねホームページとか見てもらうと分かるんですけど、うん、そのマシモさんってすごいかっこいい、かっこいいですイケメンで、なんか自分でモデルとかやってそのホームページとか出てるんですけど、あ、おしゃれですね。なんかねエレガンテってここかっていう感じで出てます、うんうんうん、あのイタリア人がよくやるネクタイとかに合わせてレザーを、かっこいいですね。そうなかなかそれクロートじゃないとできないですね。うん、でもイタリア人本当結構やるんですよ、うん、レザージャケットを。確かにやってる方多いかも、ね、シャツ対しで、うん、あのレザー着て、はいはい、でも足は足元はスニーカーみたいな。あーいいですね。そう、そういう感じ。スポルとティーボ。そう、スポルティーボ、うん、でここがスポーティーだけ ど、ここはエレガントだよっていうのが、うん、割とこうイタリア人のレザーの着こなしでは多いんですけど、まあ、なかなか日本でそれを日常からやるって結構難しかったりは、うん、ちょっとレベル高いですね。そうするんですけど、うん、そのどっちも要素入ってるからこそ、うん、なんか T シャツ1枚でも決まる。エメティはもう形がまずいいんですよ。いいよね。そうだからせっかくなら、はい、今日は全部持ってこようと思いまして、すごいこれが全部全部を持って参りましたと、はい、じゃあ一個一個ちょっと細かく、そうですね、よろしいですか。じゃあどんどんやっと本題入れますね。やっぱ初めてのさブランドだからこういうとこちゃんとしとかないと。そうね、こういうのだけやっといてさふざけてるって思われがちじゃない。裏だけじゃダメよ。そうよ、うん、そう。ティアモラモーダ、はい、いきなりということで、まずは、うん、スポルティーボーですね、うんうん、代表するようなこの2方でございます。はい、ちょっとパーカータイプのね、スウェット生地というか、はい、何ですかこれ。ね、これネオプレーンっていう素材で。ネオプレーン、ネオプレーン、うーん、初めて聞きました。なんかっぽくないですか。あんまり触ったことねえな。水着、お、近いけど違うね。お、正解です。あ、当たっちゃった。正解です。ウェットスーツとかにも使われる素材ですね、だ本当にもうスポーツの要素、ね、はい、入ってて、前身頃とこのフード、ここはナッパレザー、ナッパレザー、ナッパですね、ナッパ、すごい柔らかいです、はい、うん、すごい柔らかい、ね、でこのフードのところと前身頃この紐、まあ、こっちに見たら分かりやすいか、そうです ね、うん、この革だからこういうネオプレーンを合わせてもできるんですね。そうなんですよ、確かにね。絶妙なこの切り返しの位置、どこをナッパにしてどこをこれプレイにするか、これによって全然着心地変わりますから。何が別注だと思います？別注ポイント、はい、多分でいいですよ、もう簡単です、簡単です。このリブ、お、どうした、リブを、あ、リブにしたってこと。リブ、うん、リブにしたとか。あ、違いますね。あ、分かった、はい、ゴールド。正解です、素晴らしい。あのね、なんで分かったかっていうと、うん、今までにも、うん、その BR さんで紹介 してたじゃないですか、うんうん、その時にジップの色が違うねっていうところに結構皆さん注目してて、シルバーとゴールドだとまた雰囲気変わりますよねって話をしてたのを思い出したんですよ。すごいすごいすごい、それだよ、それちゃんと勉強していらっしゃる。はい、なんかやっぱりフードのこういう形のブルゾンでどうしてもスポーティー要素の方が強いので、うんうん、エレガンテをぶち込んで金ジップにいたしましたっていうところが、あの全然違いますよね、ゴールドとかシルバー。違う違う、これシルバーだったら多分もうね、なんか爽やかなスポーティーみたいな。そうね、うん、これちょっとエレガントさ、そう、エレレロロロスポーティーじゃないですか、エロロロロロロスポーティーエロロロロロっていう感じですか。すごいね、スポーティーでしょ、ね、ピロロロロみたいな感じなのかな、エロロロロロっていう、うん、なるほどね、はい、で続きまして、はい、定番のあれいきましょうか。あ、定番の、はい、ユーリというモデル、はい、ユーリ本当にうちでも売れてますし、なんかエメティ代表するモデルに今、ね、なっている形で、これはだから BR さんの時も紹介しました、うん、ユーリのナッパレザーのタイプで2色、うん、これがブラックと、はい、これがねグリーン、これ広さ、これ私おすすめしました。だからこれでコーデを組みました。いいね、これいいって言ってたさ、めちゃめちゃ柔らかい革が、あ、そうそうそう、着やすいんですよこれが、ね、うん、でもこれはエレガントなやっぱり縫製の仕方だったりとか、うん、パーツの使い方、うん、あとはこうステッチの幅とか細さとか、うん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 、なんかそういう細かいディテールと作り込みがあってのエレガントさが残るという、うん、うちは今回シルバーにしてます。そっちの、スウェードタイプもシルバーにしてます、うん、なぜシルバーにしたんですか。まあ、僕はやっぱドレスのバイヤーなので、うん、それこそイタリア人がするネクタイの合わせ方とか、うんうん、あとはオンオフでいろいろこう T シャツも行きたいなと思ってたんですよ、うんうんうん、でやっぱレザーのアイテムにゴールドを
バーンってつけるのが、うんうんうん、ちょっとねちょっと前にいろんなブランドでも流行ったりとか、あ、そうなんですね。そうなんです。それとかあとそれこそその BR さんで別注してたのが、はい、ゴールドジップっていうところだったんで、うん、なんかナノはあのもう少しクリーンなイメージを足そうかと思ったんです。お、なるほどなるほど。エロエロだけじゃなくて、うん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 、ちょっとエロガントさ抜け感みたいな。そう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 、うんうん、そこをねちょっと足そうかなと思いまして、うん、こっちのスウェードも綺麗な感じになってると思います、はい、うん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 。これがブラウンとこっちのブラックの2色、はい、ブラックね。これだから星葉さん当日買ってたやつだよね。あ、ねー、なんかそれ欲しいっす。すごい似て、あの似合ってましたよね。ねもう着てきたみたいな。なんかね星葉さんやっぱりこっちのナッパーレザーのイメージだったから、うんうん、スウェードっていうイメージあんまなかったんですけど、うん、僕は、うん、まさかのねこの黒にすごい気に入っていただいて、ね、もう速乾でしたねこれはね。私結構この色好き。あ、ですよね、うん、これなんか女性受けが非常にいいらしく、なんかねそのこの間私あの BR さんの公開収録の時には中に白いニットと、うん、下はグレーのパンツ、あ、言ってたね。でスニーカーとかどうですかっていうご提案をさせてもらったんですけど、うん、してた。ちなみにテイムさんグリーンだったらどういう合わせ方します？例えば、あ、難しいな。僕はね、うん、やっぱパンツは黒かな。あ、パンツ黒なんですね、はい、パンツは黒、で中にグレーとか持ってくるかな、うん、あ、中にね、うん、逆かな。それもまたなんか大人な、そうだね、いいと思います。さすがですね、エンベティ。エムティー、うん、ちょいちょい入れてくんで。こちらはこちらはですね、はい、こちらもさらに違うモデルを持ってまいりました。今日僕着てるやつです、これです。ね、かわいいです。はい、ありがとう、うん、いわゆる A2 タイプの。 A2 タイプ、はい、A2 ってどういうことですか？来ました。やっぱりここは男の世界なのでご説明しましょう、はいはいはい、A2 タイプのブルゾン、はい、今は軍物なんですよ、はいはいはい、A2 タイプのブルゾンっていうのは、うんうん、で A1 タイプ A2 タイプってあって、飛行機乗ってる人たちの、まあ、軍服みたいなので、うんうんうん、A2 っていう形があるんですけど、もともとのすごい大元のデザインって、はい、なんか袖とか裾とかが、うん、リブになってるんだよ、うんうん、スウェードで作ったりはしてなくてやっぱ革で作ってて、うんうん、もうこの形自体が A2 って言われる代表的な軍服のモデルなんですよ。うーん、そうなんです。古着屋とかで見るともっとなんだろう、男臭くてなんか土臭い感じのものなんですけど、もともとこれは革であったんですけど、うんうんうん、僕はスウェードでやりたいと。スウェードっていうのがまたいいですよね、はい、そして、うん、こっちは今度ゴールドです。こっちはゴールドなんですね。こっちはゴールドなんですよ、うん、だからなんかバランスですね、形によってジップの色を変えたりとか、うん、どの素材を乗せるかで、うん、だいぶちょっと見え方が変わるので、うんうんうん、今年はねこれすごい僕気に入って、可愛いです。今も着てますけど、私こっち欲しい。あ、こっちの色、うん、あ、欲しい欲しい、可愛い。終わった、ありがとうね、うん、やったじゃん。ちょっと肩にかけてみようかな。肩掛けエメティしてもらっていいですか？このほら絶対可愛い、私これ欲しい。対照的なのは、うん、甘辛としてはいいじゃないですか。大好き。僕ねすごいやっぱレザー着てる女性好きで、かっこいいよね。かっこいい。しかも黒いレザーよりも私はこういうなんだろうな、スウェードとかの方が好き。あ、本当に、うん、僕は意外とこう女性が着るならこういうハード系のやつ。あ、ハード系好きなんだ。そう、中、まあ、いいけどね。そう、中を甘々にしてほしい感じですね。例えばどういう甘々ですか？あ、もうだから、うん、例えば肩掛けしてて脱ぐじゃないですか、うんうんうん、え、ノースリーブなのみたいな。ああ、でも、あ、それが甘々なんですね。え、ノースリーブ、ノースリーブみたいな。僕もレザーを男性が着るときにそういうギャップコーディネートしてほしいわけですよ、うん、いわゆるじゃあデニムやら、はい、カーゴパンツやら、うん、軍物パンツってやっぱ相性いいんですよ。そりゃそうでしょ、レザーだし。 そうすると男臭すぎちゃうんですよね。そうなん、そうなん、ワイルドすぎちゃうんですよね、うん。せっかくならそのエレガンテスポルティーブを掲げてるエメティにはわりかし綺麗な、そうそうそう、綺麗なスラックスとかあえて革靴合わせてっていうミックス感がいい、男っぽいけどなんか綺麗な感じだな。わかる、いいでしょ、すんごいわかる。ほら、初めてなんかいい感じにこうね
マッチングアプリが成功したような感じなんですね。僕はねこっち上品に合わせてほしいなっていうので、はい、この色、はい、でこっちは、まあ、少しこうちょっとワイルドなイメージで、そうそう少しワイルドで大人っぽくというか、うん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 、レザーというものの概念が変わりますよね。なんかこのブランドはねすごい本当にそれを着た時に感じる人が多いみたいで、ね、だっていわゆるレザーってやっぱり最初硬くって、うん、それを自分でこうどんどん着てって柔らかくしていくイメージがなんとなくあるじゃないですか、まだ、うんうん、なんかドレスがもともと好きな人は、うん、多分すんなりはまる形、うん、サイジング確かで体に沿うレザーとこうカッティングの美しさ、うん、これがだって気持ちいいし ねこれが一番ポイントかなと思いますので、うん、なんか広瀬推しはこれですよね。そうなんです、そうなんですよ。で俺着ましょうかって、いやなんか、うん、ティアモさんじゃない方に着てほしいなって思ってたんです。あ、そうなんだ。思ってたんです、うん、思ってたの。そしたらたまたま、うん、今日実はね、うん、神戸のね、はい、お店から番組わざわざこのね、はい、番組の収録を見に来てくださったお店の方がいて、はい、そうですね、いらっしゃいましたね、さっき番組観覧で爽やかなね、あ、めっちゃ似合いそうだなって方がいたので、はい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 、ちょっとその方に実際来ていただこうかな、うん、モデルさんになっていただこうかなと、ね、はい、じゃあ登場していただきましょうか。登場していただきましょう、はい、ちょっとティアチルではない新たな出演の仕方というしかも、はい、彼は今日聞きましたからね。今日の今日ですから、はい、らしいですね、いきなり来ていきなり出されるんですよ。じゃあちょっとカメラに向かってちょっと簡単にご紹介、そうですね、自己紹介、ご紹介だけすみません、はい、神戸ハーバーアウテンから参りました後藤と申します。後藤さん、後藤さん、はい、ありがとうございます。わざわざこの収録を見に来てくださったっていうことですか、はい、今日はもうこの番組すごい好きなので見学したくて、はい、嬉しいですね。今のはちょっと言わせた感がある。いや、そんなこと、いや本当に面白い、ありがたいですね。すいませんね、いいですか、来ていただいて、はい、はい、じゃあちょっとこれね、もらっとくんでね。どんな流れなの？せっかく神戸なんで、はい、神戸の手土産。そうなんです、本当に手土産、本当になの、はい、だからこの番組を見てくださってるから手土産持ってきてくれたんですよ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いただきます、はい、本当にもうこの番組のあれを趣理解していらっしゃる、ね、ちょっとだけ見させてもらいます、そうですね、本手土産なんでね、はい、嬉しい、ありがとうございます。カヌレだ、なんだっけカヌレって、神戸が発祥、そうなの、そうですよね、はい、はほら、めっちゃおしゃれじゃん。気配り上手な後藤さんです。はい、じゃあ後藤さん。では早速着ていただきましょう。ちょっと確かに僕よりも後藤君の方がなんかエンメティングな、あ、なんか俺が邪魔みたいな。どうですかこのグレーの。いいですね。ヒロさんが言ってた感じじゃない？なんかグレーのスラックスに。そうなんだけど、私はスラックスはもうちょっとなんだろう、カジュアル寄りのスラックスをイメージしてたので、結構そのスーツスタイルじゃないですか、まあ、してるそうですね、だけどそれも、ね、まあ、革靴だしありっていうか、はい、いいですね。お、多分これさ、だからスニーカーとかにしたらもっとヒロさんの思い描く、うんうん、カジュアルなニュアンスになるのかもしれない。統一感もあって、でもこれも非常にいいじゃないですか。だって白シャツが爽やかだし、ね、首元にネッカティーフもしてるし、ネッカティーフしてる、ティアチルだ、はい、ネッカ、エメティーンにネッカティーフだから、もう TT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 T
ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちゃんと脱いでてそれ彼すごく似合ってました。似合ってた、すごく今日のあのスタイリングが非常にね、うん、だからよく似合ってましたし、全部別注ですけれども、はい、それぞれの良さがあって面白いですね、うん、自分のそうですね、自分に合ったエメティをね見つけていただいて、うん、そうですね、似合う形をぜひちょっとこう探していただきたいなと思いながら、うん、はい、はい、もうエンメティどうでした？エンメティの良さ伝わりました？伝わりました、はい、てか何気にそのね、あの聞いたこともあったし見たこともあったし、うん、コーデも組んだことはあったけれども、うん、ここまで詳しく説明してないし ね、うん、ね、よりなんかファンになったというか、あ、本当ですか、うん、エンメティのファン、はい、ということで、じゃあファンの方から一言じゃあこういただきましょうか、やっぱり今日のやだ、いや、じゃあ私を代弁してティアモさんが渾身のエンメティを
いきますよね、うん、それで締めましょう。あ、待って、締まんなかった場合に、うん、もうちょっと、続けますからね。じゃあね、今僕のさじ加減でいいですか、はい、僕がパッて言って締まってねえなと思ったら話し続けます。見て、この大人たちを見て、お前これで締めろよっていう話ですか、ね、大丈夫です、うん、任せてください。大丈夫ですか、うん、だってこれでもう飯食っていこうとしますから。お、次回、はい、エンメティアモっていうモデルを作ろうと思ってエンメティアモ、もう構想もあるんですよ。もうだから、じゃあいきますよ。パーフェクトエンメティ、あーイエー、これです。そのエンメティアモの、ね、別注はですね、あのこういうオイルドレザーをビタビタに2年間油の中に浸して別注するっていう、このオイルドレザーっていうギトギトのね、ギトギトのオイルドティアモ、オイルドエンメティを作ろう。チャオ。カラスみたいに、すみません、黒くなってるんですけど、すみません、エディットアンドコーの鈴木康夫と申します。 S 音が抜けないですよ。抜けてますか。マジちょっとむずいな。丸あ、違う。